はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト8-2018、続きからね、やっていきましょう。1990年、10月の3週です。さあ、やっていきましょう。さあ、どんどんね、飛ばしていきましょうか。また今週もね。はい、まあこれで行きましょう。レースでしたね。はい。行きます。ネクストで OK やったかな。さあ行きましょう。始まったが出走。さあ7番人気ちょっと厳しそうか。これは恐ろしいやつがいた。ちょっとダイジェスト見ようか。いや俺東海帝王のさ強さ見たい。ただそれだけよ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はとりあえず始まった来てますね。始まった。まあ岡部乗ってくれなかったんでね。東海帝王どこ来た？来た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 。いいね。まあそうやよ。東海帝王勝てる馬いますかね。ああでも騎手、ああそうだよ。はいはいはい。オッケー。さあ行きましょう。ゴールドクラシックはとりあえずいいですね。リンデンリリーはダイジェストだけ見ておきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってアグネス。いやー東海帝王いいですね。ちょっとぶつけたくなるね。どのレースでもいいのでとりあえず勝ちたいよね。よしよしよし、リンデンリリーいいよ。まあこれは来ますね。はい大丈夫ですね。インデリリーやっぱ強いですからね。で、長く走ってくれるっていうのが助かりますね。そして、牝馬。子供にもね、期待できると。よし。オッケー。さあ、これはいいでしょう。さあ、パッションですね。ただね、また乗ってくれなかったんですよね。どうかな。チネイルか。キングパッション行きましょう。信じよう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は成田ターン。どうかな。前塞がれてますね。ただそこまで伸びてこれるかどうか。能力的にはかなり高いと思いますがどう。4着素晴らしい。よし、オッケー。まあここは問題なく勝てそうですけどね。お、そうそうそう、周回賞ありましたね。そうやったね。さあ一番人気は誰ですか。ああでもね、これはね正直イクノディクタスが強いよ。強い。行こう。ノーマルだったらもうこれ簡単に3冠取れましたからね。イクノディクタスね。さあどう上がってきてますかね。いけるかこれは。オッケー。よしよし、これは余裕でしたね。強い。でこのままエリザベスもね出走させましょう。よし、いいね。きっちり買ってくれたね。うん、 OK。 なんでまあトライアルレースね、まあ、前回、2着だったんですが、まあ、ここで勝てばね問題ないですからね。キングアイドルいいですね。やっぱ乗ってくれるといけるかな。さあ、イクノディクタス、次エリザベス登録してくれてますね。はい、それでいきましょう。そしてまあまあその辺で OK でしょう。リンデンリリーはいいですね。はい、それでいきましょう。
アイドルは OK、 アイドル OK ね。よしよし、はい、じゃあこれでいきましょう。ファッションが今から4周か。じゃあネクストガンガン飛ばしていきましょうか。さあアイドル来た。一番人気アイドルね、結構頑張ってますね。まあこれネクストでいこう。 OKOKOK、 いいよ。よし、嬉しいですね。さあスーパークリーク来てますね。まあちょっと疲労気になるところなんですが、リンデンリリーも出走できると。よし、よし、今年はいい感じやったね。お、100勝か100勝したんですね。はい、ありがとう。イクドニクタスはまあこんな感じですね。オークスと、秋華賞なんで、桜花賞が取れんかったよね。桜花賞デビューが間に合わんかったんかな。まあまあそんな感じですね。はい、まあ行きましょう。ここからですからね、まだまだね稼いでくれるよ。ネクストですね、行きましょう。さあ2番人気、うん、まあこれはどうかな。まあ得意距離ですけどね。で去年は取ってる。うわ、後ろの方にいますね。後ろにいるんだよな。グッと来る馬じゃないんですよね、スーパークリーク。まあそうやよね。もうこれ逃げしてるのがいいかもしれない、本当に。はい、まあいいでしょう。3着。アルティメットだったら、まあスーパークリークもしっかりね、まあ、自分で調教つけたりとかした方がいいかもしれないですね。さあ3番人気か。まあ一応見てみましょうか。ライバルは、お、スカーレットブーケおるじゃん。 ライバルじゃないですけどね。スカーレットブーケは繁殖品馬として優秀です。ちょっと苦しそうじゃない。さあ行けますかね。前壁になってますね。2着でもいいけどな、とりあえず。3着かな。3着ですよね。はい、まあまあいいでしょう、しゃあない。まあ、これからの馬やからね。さあもう今年も終わりか、早いな。で来年は東海帝王が頑張ると。そこを阻止する馬はいないですね東海帝王の能力もね、ほんと強いからね。まあ、オグリキャップも強いじゃないですか。オグリキャップも強いけどさ、東海帝王もさ、シャレにならんからな、強さ。ね、リンデンリリーは、そうか、シクラメに出るか。いや、もう一つ早めに使いたい。2000メーターは走れるけどな、ただ、どうかな。どうですかね、牝馬いけるかな。出走することができれば勝てるんじゃないかなと。まあ、いい勝負になるんじゃないかなと。はい、ネクストいきましょう。さあトゥーレどう。これはいいとこ出ましたね。いや、まあこれはでもネクストでいいか。トゥーレ4着、うん、惜しい。さあ、これは6着か。まあダート専用ちょっと苦しいね、もうね。さあ、はい、これはまあいいでしょう。お、結構出るねこれ。のびのびととゴールドクラシックと、イクノディクタスか。まあこのままいきますか面白いレースやね。お、誰か来てますね。誰だい。お、どうした。かなり優秀やね。はい、誰が気になるって。よし、
お任せしましょう。いや嬉しいですね、ああいう風に調教師のね、まあ、知り合い増えるっていうのはね、プレイしやすくなりますよね。さあここはネクストで OK やね。今回とりあえずね12月の4週あたりまで行きたいんですよね。なのでまあガンガン進めていきたい。エクノニクタスがパワーミレーはね問題ないやろ、大丈夫、うん、いけますね。能力的にはもうダントツ高い、エクノニクタスが。これはいける。さあ直線に入りました、これからの勝負。さあどう、グッと伸びてきそう、伸びてきそうですけどねこれ。いやーどうか、させるか。よし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 、オッケーオッケー、強い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 ですね。いや嬉しいな、これは嬉しいぞ。牝馬っていうのが嬉しいわ、本当に牝馬を集めてるんでね。よし、まだちょっとね厳しいですけどね、まあ、これから金札も倒すような感じでね、ちょっと頑張っていきたいですからね、まあ、その際やっぱね準備は大事ですから、まあ、資金稼いで、施設を強化して。まだ今ね一応どんな感じかというとね、まだこんな感じなんですよ、まだ全然なんでね、まあ、この辺を上げて、まあ、能力を底上げを狙っていきたい。よし、そしたら、あ、パッションね、ちょっとパッション決めないといけないですね。どこで使うかな、芝で使いたくないですね、ダートで使いたい。まあ、一応芝も走れるんですけどね、ダートで使いたいって感じですね。1800か、まあ、1800でいいけどね、とりあえずは。まあ、1800言います。さあ、鍛えていきましょう、まあ、ちょっと強めでいきますね、ここからは芝いきます。はい、よし、いい感じですね、能力はかなり高くなってきましたね。さあリンデンリリーが出走、これはまあネクストいきます。3着か、いやここ買ってほしかったけどね。 OK 始まった、いいですね、行きましょう。これでOK、 これでいきます。とりあえずこれで勝負根性の方も B プラスと悪くはない。さあネクストいきます。今年はね海外のねセールはいかないです。はい、それでいきましょう。始まった、まあこれネクストでいいかな。お、始まった、ないですよね、勝ちましたね、いい感じですね。さあ12月になりました。うん、キングアイドル、さすがに無理やろそれは。ようそんなとこ登録したな頼むって。はいはい、わかったわかった、この辺はねまだ遠いですからね。そしてたらどうしますかね。始まった、いいねいいね、よし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 、頼むぞ。始まったね、キング始まりってやついたんですが、それの子供なんですよ。なのでちょっと期待したい、うん、能力もいいね。アイドルは、いやーちょっとそれもさちょっと厳しいって、さすがに。いや慌てずやってこ、慌てずこの辺でもいいじゃん。はい、行きましょう。パッションは、いいかな、とりあえずは。
そうですね、まあ芝でいきますね。スピードももっと上がると、もう少しね上がりそうなのでスピード上げていきましょう。さあこれは勝ってほしいが、来ましたね。オッケー。スーパークリークはどう？いや疲労がきつい、疲労がきついですね。イクノディクタス行けると、行かしてくれと。オグリキャップも来るんですけどね。イナリワンか、オグリキャップ、あとはまあ桜北東とかおるけど、まあ桜北東はね2500走れんからね。八重の無敵もやよね。そうそうそう、八重の無敵もね、2500ちょっと厳しいやろ。お、メジロマックイーンおるじゃん。あ、やっぱしっかりあれなんですね、菊花賞は取ってるんですね。菊花賞を取って、まあ、サツキ賞とかね負けてると、まあ、ただあれですね、天皇賞春は厳しくなりますね、こっからね。はい、 OK。 うわ、キングアイドルとキングパッションがぶつかる、ぶつけたくはないな、これぶつけたくはないが、どっちが上か見てみたい気もする。うん、まあ行きましょうか。でクリーク始まった？マジか、ちょっと待てよ。そうか、しまったなこれ。ちょっとアイドルやめときます。始まった始まった、始まったてなかったわ。出走でちょっと変えよう、機種を。うん、機嫌損ねてもまあしゃあない。誰かおるかな。いやーちょっとミスったな。はい、まあいいでしょう。アイドルは違うやつ使うわ。アイドルはどうすかな。あ、ここあるな。よし、これでいきましょう。はい、これでいいです。さあ、ネクストじゃない、調教して、はい、でネクストいきましょう。12月の2周ですね。さあスーパークリック来ました。どうだ、これは買ってほしいね、そろそろね。もう3着、2着とかね、4着とか多いですもんね。いやーこれ厳しいわ、厳しい。やっぱ疲労とかのね問題もありますね、これはね。もうしっかり休んで、来年ね頑張ってもらいましょう。はい、もうこれいいです。さあ次行きましょう。うん、オッケー。パッションどう？2番人気。さあここは勝ってほしい。騎手は良くて、ダートなんでね、ここは頑張ってほしいですね。さあとりあえずいつもの競馬はできてる。ただ厳しそうやね、捕まるねこれ。これは捕まる。3着、4着か、5着、4着。2着にはどうやらメルシーアトラ、見事に勝ちました。栄新海戦メルシーアトラ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。 OK、うん、OK じゃない、本当は OK じゃない。これはよし。さあ始まった5番人気。これあれでしたね、結構狙い目でしたけどね。ちょっと始まっただと厳しいか、騎手がしっかりしてればどうでしたかね。トップジョッキを乗せてたらね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。いやまだ分からんよ、信じろ。始まった、始まれ、そっからや。
いやー厳しいか。ただ2着か、2着か3着。いやこれは始まってますね、これね。よし、いいね。キング始まりも期待できるじゃん。キング始まりの子供もね。休む？休むって？いや、ちょっと待ってくれ。スーパークリーク休むって？はい、休ませましょう。間違った、セールは行かないです、今年は。ただサンデーサイレンス買えんかったね。スーパークリークちょっとあれやったな、ちょっと厳しかったね今年ね。うん、まあまあ頑張っていきましょう。そしたら始まったですね。始まったはちょっとね、ここぶつけてみたい。やめとくわやめとくやめとくやめとく。うん、調子乗ったわ、うん、俺が悪かった本当に。甘い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 ことね、ちょっと言いすぎましたね。そうか、ちょっと狙おうかなと思ったんですが、東海帝王ってやつがね、いました。化け物がいました、化け物が。どんな化け物かっていうのだけちょっと見せとくわ、またすぐね、すぐちょっと見せたくなるんですが、ちょっと見てほしいんですよ。いや、化け物なんですよ。とりあえず化け物ってことを伝えたい。これ前も伝えたっけ、これ。前も伝えたか、これ。まあ、とりあえず化け物なんですよ。まあ、この動画から見たよという方もね、もしかしたらいるかもしれないということで、こいつです。こいつがね、いたんですよ。さっき自分が登録しようって思ったところにね。なので、やめました。さすがにね、こいつには勝てないです。本当に。このシンボリルドルフっていうのがね、まあめちゃめちゃ強いんですよ、この父のね。まあ強いんですが、まあそれと比べてもね、ほんと、まあオグリキャップの方がわかりやすいか。今オグリキャップいるんでね、オグリキャップと比べても、まあその走れる距離、まあ得意な距離とかね、オグリキャップは1600メーターとかも結構勝つんでね、あるんですが、東海帝王もほんと強いから、ほんと強いんですよ。どっちが強いとかもその比べることができないぐらいのね、もうそのレベルにいるんですよオグリキャップ、東海帝王。で、有馬記念にね、出てくるメジロマックイーンっていうのがね、さっきまあちょっとちらっとだけ話したんですが、そのメジロマックイーンっていうのもね強いんですよ本当に。まあ、強い競馬をするっていう、感じかな。うん、オッケー、よし、さあ行きましょう。ちょ、長くなってきた。まだ話しとる場合じゃないよそう、無駄なね、無駄な話をしとる場合じゃない。行きましょう。はい、ここはネクスト行きますね。さあこれで今年もね終わりましたね。さあアイドルが頑張ってくれるか。最後ね、一番人気どうでしょうかね。あ、いいですね、勝ちました、ナイス。さあ有馬記念2番人気ですね。オグリキャップが1番人気。これ引退レースですね、オグリキャップの。バケモンやな今年も全成績見てください。これ一番左の27っていうのが1着なんですが、で次の数字の4っていうのが2着です。なので31回ですね、31回今走ってて、27回1着で2着が4回。もうバケモンじゃないですか誰が勝てるっちゅう。ホワイトストーンとかも強いですね。メジロライアンっていうのも強いです、一番下にいる。でホワイトストーン、印がちょこっとついてるやつ、あれも強い。あとは、まあ、コシャマインとかもね、まあまあいい感じなんですけどね。バンブーメモリーとかドクタースパート、この辺も、能力的には高い。桜北斗も高いですね。で八重の敵も高い。イグノディクタスは高い。さあ行きましょう。ただオグリキャップ、どう、これ買ったらすごいよね。でもね、オグリキャップ上がってこんのじゃない。やばいやばいやばい。あのさ、
マジこれ上がってこうわけないから。バケモンすぎましたね、またね。マジで強いな。まあ、イクノリクサスはちょっと厳しかったですね。まあ、3歳牝馬でよくやった方ですけどね。実際、有馬記念でね。まあ、ビクトリアマイルとか、また、来年のエリザベス。まあ、その辺を取ってね、まあ、コツコツやっていきましょうか。ノーマルだと、安田記念とかも取れたんですが、どうかな。まあ、ちょっと厳しいかもしれんか。能力は遅めで、ただ距離適正、ね、で芝ダート走れて最高ですけど、精神力 E プラスに賢さ E か。悲しみは？うわー、スピード E プラスか。ちょっと辛いね、これね。丸替え、辛いですね。まあ、行こう。はい。まあ、これはね、参加するだけ得なので、参加しておきます。スーパークリーク。さあ、これはどうだ？スーパークリークが勝ちました。さあ、ここもスーパークリーク出てますね。スーパークリークが勝ちました。嬉しいね。サッカーボーイじゃん。サッカーボーイ勝てる？マイルで。厳しいよね。エクノディクタス。さあ、スプリント無理やわ。はい、これは無理ですね。で、キングトゥーレがダート1600ね。おお、2着か。はい。はい。OK。今年はね、参加しないです。まあ、大して活躍できてないですね。さあ、引退。どうですかね。スーパークリークが引退っつってますね。いや、まだね、走れるけど、まあいいかな。まあ、正直。いいわ。はい。引退します。まだ走れると思います。スーパークリークはね。ただ、まあここで引退しておくわ。はい。行きましょう。銀やね。どうか。まあ全然ちょっと活躍できなかったですからね。はい。ダート専用一応入れとく。一応入れときますか。結構気に入ってますからね、ダート専用は。スーパークリークどこ？うん。OK。で、ゴールドクラシックと、伸び伸びとか。伸び伸びとどうやったっけ？能力は悪くなかったよね。あ、ここですね。スーパークリックいますね。オグリキャップ。まあ、なんかいいね。オグリキャップとさ、一緒に引退ってなんかいいですね。それでいいわ。はい、行きましょう。ちなみに、ノーマルの時のスーパークリック、お任せでやったんですが、もうね、まあ、動画残ってると思うんですが、もうバリッバリ勝ちましたね。はい、まあ、これは、はい、これはいらないですね。うわ、ローラローラ来とんじゃん。欲しい。毎回言ってるんですけどね。長くなるから、これもやめます、また。いや、でも欲しい。さあ、行こう。3年サイレン32億。全然足りんわ。フェイザーバトラーとかも欲しいけどね。キャロルハウスか。金札何に使いますかね。なんか海外の、そうか、買えばいいか。スーパークリークは、いや、持っておきたいですね。よし、今年はあれですね、2頭ですね。ダートマイルは、大物なんですね。嬉しいね。で、湘南グレイスはね、子供がよく走るんですよ。
よく走るというか、その有名な史実馬が生まれるので、銀札っていうだけで、こいつ自体が走るわけじゃないです、説明しておくとね。なので、こいつはちょっと微妙なんですよ。まあ適当でいいです、正直。もうどれでもいいって感じ。まあ一応若くて今から使うかなってとこに預けときます。その方がいいかな。まあかなり増えたからね。あ、ここは無理なんか。ここまでか。そうですね、まあ、この辺りよく使うんでね、この辺上げとく。預かってくれるか。よし、ダートマイルはそこそこ期待できそうなので。あ、間違えた。おいおい、やめろって。預けるって約束しとったね。どうすっかなこいつ。ダートマイルか。ダートマイルの子供っていうのが分かるようにしたい。ダートマイル2とか言って、ダサいよねマイルダートにしとく。マイルダートで俺分かるわ。それでちょっと分かるようにしときたいですね。こいつはちょっと期待してるんでね。マイルダートにしておきます。はい、 OK かな。よし、これでいきましょう。さあまたね、新しい1年、新年明けましておめでとうございます。やっていきましょうさあキングパッション来てますね。キングパッション頑張ってくれよ。ここはさあリンデンリリーも、出走、ただ出れなかったと。5周か。まあ5周いいか。まあまあ任せます。はい、いいとこ出ますね。取れるかもしれん。さあスーパークリカ15位か。はい、まだね、結婚はしないです。はい、まだ考えておきます。さあそろそろ結婚した方がいいか。年もさあれやね、子供を活躍させたいというのもありますしね。年取ってきたっけ。今何歳なんこれ。はい、これでいきます。今何歳やったかな。どこやったっけ。あ、ここか。29歳。まあまあまだいいかうん、まだいいやろ。ねパッションが今週か。グッと伸びるんすよね。はい、じゃあ今週やって終わりにしますかね。はい、いきます。さあいきましょう。2番人気ですね。これはどうかな。まあ能力的にはねかなり高いと思います、この辺のクラスだったらね。さあどうだ、来るか。グッと来い。さあ頼むぞ。これはいけるか。よし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 、いいですね。いやこれ気持ちよく終われるわ。うん、よし、これでいい感じですね。あとは G3 あたり1回走らせて賞金を乗せたいですね。OK、 新しい、先生紹介してくれましたね。お、ちょっと調子悪いね。調子悪いけどまあ任せとく。うん、はい、まあこれでいきましょう。お、来てますね。今年海外でおすすめの1歳妖怪いるんですけど購入しますかおすすめ多いって。おすすめが多すぎるわ。え、シガーおるじゃん。
そうか、ここで金5を貯めとけば4が買えたんですね。あー、こいつ欲しい。まあまあ5はそうやね、キングマンボールじゃん。欲しい欲しいけど、うわマジか、5やっぱいいな。え、ちょっと2使ってみます、ここで。怖い怖いけど使ってみます。え、知ってるのもいるんですが、まあ、知らないのもやっぱ多いので、うわどうする。いや長くなるな、またちょっと長くなる、やめよう、一旦ここはやめよう。はい、今回ねここで終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。